第二次世界大戦太平洋戦争日本本土の戦い日本本土空襲、平塚空襲平塚空襲で焦土となった市街平塚空襲は太平洋戦争末期、アメリカ軍が神奈川県平塚市、中軍大野町に対して行った空襲。当時、この地域には平塚市大野町にかけての広大な土地に海軍火薬省があったほか、 横須賀海軍交渉造機部平塚分工場、第二海軍航空省補給部平塚補給工場、日本国際航空工業などの戦争遂行に不可欠な軍事工場が多く存在していた。アメリカ軍はこれらを破壊すべく空襲の主要目標都市として平塚をリストアップしていた。平塚空襲とは一般的に1945年7月16日から17日に かけて行われた攻撃を指す場合が多いが、同年2月16から17日、7月30日にも空襲があり、死傷者が出ている。16日夜、マリアナ基地を発進した B29 爆撃機138機の編隊が伊豆半島方面より侵入。下水川川口へ照明弾が投下される。その後、22時30分頃の空襲警報発令と、 同時に、焼夷団が投下され始める。大磯駅周辺や高来山、相模川対岸の茅ヶ崎など九州の外周部より、投下が始まり、次第に第二海軍火薬省などのある九州中心部へと攻撃が移る。空襲は、翌17日午前0時35分まで続いた。死者数は、調査により異なり228名、237名、343人、 などの数字がある。当時の地域1419個中の約8000個が消失した。投下された、焼夷弾447,716本、1,173トンは、一世に投下された量としては、八王子空襲に次国内2番目の多さと言われる。ありがとうございます。